どうもはずむです。本日はですねナイジェル・ケイボンザ・アーミージムフラッグシップストアさんに来ております。僕自身ですね YouTube で何度もナイジェル・ケイボンさんご紹介しておりますし、実際にこう着用していてとても大好きなブランドなんですけども、今回はですね、中目黒にあるこのお店で全身ナイジェル・ケイボンのコーディネートを組んでいきたいと思います。で今回一緒に見てくださるスタッフさんご紹介します。スタッフの鎌田さんです。よろしくお願いします。鎌田です。よろしくお願いします。お願いします。店舗には何度か来たことあるんですけど、全身自分でナイジェル・ケイボンのコーディネートをまだそんなにしっかりしたことがないので、なるほど、ちょっとこういうのがいいよみたいなのをアドバイスしていただきながら見ていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。これと僕が履いてるやつと、そうですね、同じタイプ、はい、同じヴィンテージツイルっていう、ヴィンテージツイル、はい、いやこの生地いいんですよね。うわショーツもあるんだ、はい、ショーツなのにこう裾の太さだったりとかレングスの長さっていうのがなかなかないような感じ。確かに、ちょっと膝より長い、はい、七分丈いかないぐらいかな。でもやっぱりタックとかが入ってるからちょっと綺麗な雰囲気だったりとか。なるほど、はい、これはこれと、はい、そうですね、色違いで展開しておりますね。こちらの生地はヘンプデニムっていう生地を使用しておりますね、はいはい、ちょっと光沢があったりとか、適度な張りがあったりするんですけど、はい、ヘンプデニムっていう生地のヘンプって生地自体が天然素材の中で最もこう強靭な素材っていうふうに、はい、言われてますね。ただ生地自体すごい希少なんですけど、作るのに大変手間かかるというかコストがかかるので、唯一うちが見つけた工場さんがあって、その織り機だったりとか唯一一人しか織り上げることができない職人さんと出会えて、はい、作ることができました。なるほど、はい、すごいプルプルですねこれもなんかあれですか、ヴィンテージ包丁をモチーフにしてたりもするんですか。そうですね、ヴィンテージのオーバーパンツとかを、モチーフに作ったりとか、おそらくこの紐に関してだったらスペシャルエアサービスのオーバーパンツにプラスちょっとワークテイストというためにドーナツボタン付きのこういうワークっぽい雰囲気の、はい、ものをミックスしてる感じ。いろいろこう要素がミックスされてるパンツってことですね、はい、でも履いてらっしゃるのは、そうですね、色が違う、はい、普段のそのヘンプデニムっていうのがインディゴカラーをずっと定番で作っていて、はい、で今回はこのチャコールと新しくアイボリーっていうのを制作したんですけど、はい、僕がだいたいこれって着用してもう 2,3 年ぐらいなんですけど、やっぱ生地に立体感できたりとか、すごいっすね、風合いがすごいこうかなり増すので、変化だ、はい、おすすめですね。変化ですねあ、じゃあこの辺も、はい、チャコールもじゃあちょっと色が結構落ちてくると思います顕著に、はい、なるほど、そう考えると、チャコールの方がそそられますとりあえずちょっとこれ、はい、ちょっと履いてみてもいいですか。かしこまりました。はい、はいはい、ということで、パンツ履いてみました。このなんかプルプル感がやっぱりで、合わせてちょっとサンダルもお借りしました。ナイジェルにしてはイメージ的にオリーブとかネイビーとかのイメージあったんで、そうですよね、割と珍しいですよね。はい、一応今回のテーマがベトナム戦争を、はいはい、テーマにしてるんですけども、当時のその戦争の時って報道陣だったりとかジャーナリストっていうのが同行を許されてたっていうされてるらしくて、はい、例えばヒッピーだったりとかカルチャーだったりとかあった時期だと思うんですけど、その反戦運動っていうのを実際にその報道機関の方が歌っていて、うん、今回のそのテレビっていうのに着目して、さらにその当時のテレビというのは白黒テレビだったので、はい、つまりその白黒テレビというのはもうモノトーンっていう形のかも考えられると思うんですけど、はい、なんで今回その報道陣の方に着目したので、このモノトーンっていうことでこのテーマ SS22 の成果は、なるほど、はい、そういうふうにさせていただきました。でチャコールグレーとさっきのカラー、はい、カラーとか、はい、当時はどの色履いてもだ、ね、モノトーンだったら、はい、テレビだったらそうなんですよ、オリーブとかカーキでも、はい、なるほど、はい、でもなんかそう言われるとちょっとなんかモノトーンで組んでみるのも面白いのかな。ちょっとこのままいいですか、はい、ても、はい、この間買わせていただいた、いやこれすごい重宝してます。 ありがとうございます中毒性ありますよね。中毒性高いですね、はい、やっぱりナイジェルね、パンツが
めちゃくちゃかっこいいんですよね。ついつい毎日履いてしまいますよ。これは、はい、これも定番の形ですか？あ、こちらは一応シーズンの形ですね。なるほど。うちの、ナイジェル・ケーボンの中でライブロっていうワークウェアのラインがあって、はい、それこそこのダンガリとか、そうですよね、もうライブロって言うんですけど、あ、これだ、はい、さっきのこのオーバーオールですね、はい、これもライブロっていう字が書いてあって、そのジャケットって感じですか？はい、そうですね、そのラインのジャケットですね。で、まあ、特徴としてはあんま絞りがなくて、ちょっとこうズドンと、はい、ズドンと落ちる感じで、かなりクラシックな作りなんですけど、面白いのがその三つボタンでピークドラペルってなってるのが、なかなかそのミックスされてる、カジュアルとかクラシックのなんかこうミックスじゃないですけど、ないかも、はい、そこがやっぱり面白いポイントですね。ついついやっぱオリーブ手に取っちゃいますね。ちょっとでもこれ候補だな。サイズ50着てみました。シルエットなんかでも絶妙ですね。そうですねなんかこのボックスの感じ、うん、これだったらでもインチた方がバランスはいいかもしれない。まあ、ちょっと候補ですね。これ色違いですか？はい、リネンツイルっていう。リネンツイル、はい、一番のポイントとしては、まあ、その光沢感もそうなんですけど、あとは高密度に織られているので朝独特のヨレ感っていうのがあまりないというか、まあ、もちろん洗濯していただくときは伸ばして干していただくのがベストなんですけど、はいはい、僕も実際そのカーキ色を持ってて、お、ね、かなり夏は重宝しました。いや、これいい な, なんかプル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 でいくのもいいかも。あ、これどうですか？ それも気になってはいるんですよ。ちょっとワントーンってさっきおっしゃったんで、はい、失礼します。あ、かっこいいな、やっぱり。え、これはあれですか？ずっとやってるやつですか？形、はい、天神ジャケットっていう形。ちょっと違うんだ。マロリージャケットかと思ってたの前型って言われてたジャケットなんですよ。はい、でその天神っていうのを派生して、そこからマロリージャケットっていうのが生まれたんですよね。なるほど、はい、これが先なんですね。そうです。ああ、いいかもしれない。なんかこの間ナイジェル・ケーボン本人が2年半ぶりぐらいに来日して、はい、その時にこれカーキ色もあるんですけど、すごい気に入っててこれで撮影したりとかね、本人のお墨付きというか。本人のお墨付き。はい。あっちにもありますけど。スタッフ募集してる。スタッフ募集してますね。これ生地は？これは、はい、キャンバスとリネンを混ぜてますね、はい、キャンバスとリネン、はい、あ、さっきの言ったヘンプですね。あ、ヘンプっていう種類の麻なんですけど、はい、それとキャンバスを混ぜてます。キャンバスとヘンプを混ぜてる、はい、まあ、色もそうですね、同じ色っていうわけじゃないですか？そうですね、一応同じチャコールグレーなんですけど、まあ、やっぱ生地が違うの で、 そうですよ、ね、ちょっと見え方は、はい、この切り替えはまた別の生地ですよね。はい、これはコットンですね。これコットン、高密度コットン、高密度コットン、生地の摩耗と伏せたりとか補強代わりになるような。なるほどです、はい、であと白ですね。白いインナー何かありますか？でもこの辺のイメージあるな。ナイジェル・ケーボンといえばヘンリーネックみたいな。結構白もいいですし、ワーク感出すならキナリも結構おすすめですね。キナリいいな、はい、今着てらっしゃるのは白ですか？これもキナリです。あ、それもキナリなんですか？はい、僕結構これ何回か洗濯しちゃって色合わせちゃっているんですけど、また違うヘンリーネックが、はい、一応ナイジェル・ケーボンではないんですけど、あ、これあのメルツっていう例のドイツのカットソーメーカーですね、はい、このアヒルの、はい、マークが。でも色合い的にはすごい似てるんで。いや、そうですね、確かに、はい、動画では伝わらない白の違いで。あ、確かにクリーンにするなら真っ白だし、キナリの方こうパイピングというか、その縁の部分が効いてていいんですよ ね。そうなんですよ、ちょっとそこが気に入ってるんですよね、うん、可愛らしさもある。でもチャコールもちょっと真っ黒っぽい感じじゃないっていうところで、はい、こっちにしようかな。こっちにしてみます。はい、ということで全身着てみました。いかがでしょうか？ いいですね。あヘンリーネック、こう初めて多分着てみたんですけど、きなりっていうところがまたいいですね、はい、なんかベージュのラインがなんかモノトーンのこのモードな感じに、はい、ちょっときなりの武骨さみたいな、そういう雰囲気もなかなか面白くて。そうですね、はい、なんかこのやっぱパンツが珍しい、ちょっとこう黒系ってところで、はい、リラックスモードみたいな雰囲気、例えばプルプルがすごい、はい、あの印象的だったんで、やっぱ上もプルプルでいきたいなと思って、うん、ちょっとこのジャケットで
いやいいな、どっちもいいな。どうですか女性的には。あ、いいと思います。めちゃくちゃ決めすぎてないっていうか、ね、本当に大人のリラックス、大人の余裕あるよね、コーディネートって感じで。ちょっとね、裾もさっきまで折ってたんですけど伸ばしてみたんですよ、この大人の裾。まあ、スニーカーとかだったら多分まくった方がいいんですけど、なんかサンダルだったら全然ちょっとこうクッションさせちゃってもいいかなって。ウエストはもうこう紐でギュンと縛れるんで、結構どんな体型の方でも履きやすくいいパンツかなと思います。はい、ということで今回はですね、全身ナイジェルケーボンのコーディネートに挑戦してみました。いかがでしたでしょうか。まあ、個人的にはナイジェルケーボンらしくないコーディネートに挑戦できたのかなと思っております。で、今回着用している、まあ、このパンツに関してなんですけども、こちらはナイジェルケーボンさんの直営店舗とオンラインショップでのみの展開になりますので、まあ、気になった方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。この動画が少しでも面白いなと思っていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。